はい、皆さんこんにちは。ミーの占いと心理学の世界へようこそ。はい、今回はですね、本当はやばい中国経済の今後について占っていきたいと思います。というのもですね、今中国ってゼロコロナ政策をやってるんですが、意外と知られてないだけでかなりこう厳しいらしいんですね、経済的に。というのもかなり厳しい、こうね、さっき言ったゼロコロナ政策をやっていて、それで、まあ、経済が止まってしまってるっていうのもあるし、逆にもう経済がやばくって、その国民ね、人民のこう気持ち抑えきれないから、それ、コロナをまあ言い訳にして、そういったね、抑えつけをやってるっていう説もあったりなんかするくらいなんですよ。ですので、まあ今回はね、その辺を占っていきたいと思います。じゃあね、占いをする前に一応告知をしていきたいんですけれども、私、オリジナルの占い再生戦術を使って占いをしております。もしね、占い個人鑑定、あとはですね、お悩みカウンセリングをご希望の方はですね、動画の概要欄の方にですね、詳細書いておりますので見てあげてください。あとね、ツイッターとインスタ、特にインスタはですね、再生戦術の詳しいですね、色別タイプ載せてたりしますので、ぜひチェックしてあげてください。はい、じゃあ早速ですね、まあ、中国経済の今後、そうね、1年くらいはですね、ざくっとタロットちゃんの方に聞いていきたいと思います。はい、ではリーディングしていきたいんだけれども、なるほどね。はい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 、中国国内、まあ、経済についてね、特に占ってみたんですが、なかなか興味深いので、ちょっとね、ゆっくり読んでいきたいと思います。じゃあまず現在のカード読んでいきたいんですけれども、こちらですね、クイーンのペンタクル出ております。意味的にはね、こう、失いたくないとかそういった意味がすごく強いんですよ、このカード。ですので、なんていうのかな、かなりこう、危ないっていうのはね、間違いないと思います。なので中国が、今失いたくないって気持ち、だから、ちょっと前まではガンガン前に進もうって感じがあったんだけれども、それが、今までの栄光とかそういったものを失いたくないとか、権力とかね、お金とかそういったものを失いたくないっていう風になってるから、まあ、結構後ろ向きですよね。ちょっとそんな感じ、イケイケではなくなってきてるので、まあ、本当に元気がなくなってるのかなって感じはするんですよね。じゃあなんでそうなってるのかっていうお話なんだけれども、こちらですね、このカード、過去のカードなんですけれども、デビル、悪魔のカードの逆が出ております。で、まあ、逆の場合はね、いろんな解釈があるんだけれども、まあ、今回に関してはやっぱりね、ニッチもサッチもいかなくなってた感じはね、すごいあると思いますね。ですので、まあ、借金とかね、やっぱり中国ってすごくイケイケに見えて、もう日本は中国に負けてるとかね、世界を中国が飲み込むとか言われたりしたんですけれども、やっぱりそれっていうのは、まあ、こう投資だよね。儲けた金をさらにこう、投資に回してぐるぐる回していく、まあ、そういったことをかなり激しめにやっていたっていうことがあると思うので、なかなか借金も多いと言われてるんですよね。中国の経済ってね、結構データが曖昧だったりするんでわからないことも多いらしいんですけれども、なので結構ね、一昔前はニッチもサッチも首が回らない、ちょっとまずい、アップアップだみたいなところにね、来てた感じがちょっとするんだよな、このカード見ると。でそれはやっぱりコロナの影響はあると思いますよね。それでかなりね、世界から孤立してしまったし、で、やっぱ経済自体もね、止めざるを得なくなったりとかしたので、ちょっとその部分で、元気に見えてるけれども、内心はかなり苦しい、アップアップだったっていう感じがちょっと見えておりますね。まあ、それに比べれば今はだいぶマシになってるんだけれども、でもそのマシになってる状況が失いたくないってことが出てるわけだから、まあ、それでいくと、やっぱりここでもうどうしようもなくなった、経済、で、まあ、どうしようもなくなった経済があると、やっぱりどうしても人心は荒れますから、それを抑え込むために、ちょっと今、ね、厳しめにやってるっていうこともね、まあ、なくはないのかなって感じがしますよね。コロナを口実にして、結構ね、ぐいぐい、こう、抑え込んでる。そういったことを言われたりもするんだけれども、ちょっとあり得るかなって感じしましたね、このカード見ると、流れ的にね。
はい。でもやっぱ失いたくないものはもちろん経済的なものもだし、同時にやっぱ権力、やっぱり中国共産党の方はご自身の権力ね、手放したくないと思うから、そういった面で、こう抑え込もうとしてるっていう感じがあるのかなというふうにちょっと思いましたね。はい。で、さらに先の流れなんですが、こちらですね、カップのエースの逆位置が出ております。なので、やっぱりここでもちょっとしんどいかな。なかなかね、うまくいかないっていう流れが見えております。停滞するっていう意味もあったりなんかするので、やっぱり厳しい。だから、だいたいこれが近未来なんで、2、3ヶ月後、長くて半年後なんですが、今が6月なんで、まあ、秋口くらいまで、まあ、長くて冬くらいまでは、なかなか厳しいのかなって感じがしますが、実はね、じゃあ、やばいのかって話したんだけれども、こちらですね。さらに先の未来では、1との4が出てるんですよ。で、これ安定とかそういった意味があるんですよね。うん、ですので、あのね、多分ここを抜ければ一度安定します。ただかなり経済回ってくると思います。で、多分それってね、やっぱり秋口にある中国共産党のイベント、全人代か、それの関係だと思うんだよなぁ。やっぱそこ、やっぱそのね、全人代っていうのはかなり大イベントらしいんですよね、中国にとって。ですのでそこを無事乗り切れるかっていう部分がかなりね、こう、権力を保持するために必要なものらしいんだけれども、多分それを乗り切るから、そこで、経済回り出すんでしょう。ね、回し出すと思うんですよ。んで、ちょっと安定していくって流れが見えるのかなって感じがしますね。そうですね。でもまあ、ね、こんなことを言うと、って思われる方もいらっしゃるかもしれないんだけれども、まあね、中国には様々なね、ご意見あると思うんですが、やっぱりね、中国ってちょっと密接にね、世界経済と絡みすぎてる。特に日本経済と。ですので、まあいろんなご意見あると思いますが、今中国にこけられたらですね、かなりまずいですよ、やっぱり。かなりの影響が世界経済に出る。で、しかも今ね、ロシアがあんなことになってますし、ウクライナとね。ですので、ここで中国がこけてしまうと、もう本当にニッチもサッチもいかないような状況になりかねないというふうに思いますので、まあそれを考えるのであれば、一旦ここで、一息つけるというか、小休止が打てるっていう感じではあると思うんで、まあその面ではね、こうビジネスをしてらっしゃる方とか、そういう方はちょっと一安心してもらっていいのかなっていう感じはしますね。ただこれがどれくらい続くかはわからないんだけれども、はい。で、まあこうなってしまう。こう根本的な理由ですよね。そちらがこちらになるんですが、これがですね、タロットちゃんが言うにはですね、カップの2の逆みたいな感じのことが原因だって言ってるんですよね。で、まあ、カップの2の逆ってどういう意味があるのかっていうと、そうね、なんていうのかな、こう反りが合わないとかそういった意味があるんですよ。ですので、なんていうのかな、多分ね、その上層部と下層部、だから庶民ですよね。庶民の隔たりみたいなものがすごい大きい感じがするんですよね。まあ多分これ独裁の弊害だと思うんですけれども、やっぱりね、中国って独裁じゃないですか。だからこそ、いろんなことをパッパパパとできるんだけれども、でもその分、やっぱり人入りよがりになってしまうっていうか、上層部の思いつきでやってしまったりであるとか、やっぱりこう、上層部と下の階級の、まあ、庶民層の、こう、格差が激しすぎるんで、そこら辺の意思疎通がうまくいかなくって、こういう状況になってしまうってことをね、ちょっと言ってる感じがしますんで、それで行くのであれば、もう今の国家体制自体の、問題だよって話になってくるから、ちょっとね、それは、まあなかなかね、すぐにどうこうできるものではないと思うんですけれども、まあタロットちゃんはそういった部分、心の交流で、心というかまあ、意見だよね、意見の交流とか、あとはこう、突拍子もないことをサクサクやれてしまう状況が逆に良くないっていう風に言っておりますね。まあ、それで行くのであれば、もう民主化するしかないんだけど、そう簡単にいかねえからみんな困ってるんですけどねっていう話なんですが、はい、まあタロットちゃん正直でございますね。で、次のカード見ていきたいんですが、じゃあ中国のね、上層部はどう思ってるのかっていう話したんだけれども、それがですね、こちらになります。ソードの6の逆位置になるんだけれども、意味的にはね、やり方を変えられないとかそういった意味があります。過去のやり方に固執するとかそういった意味があるんですけれども、なので変える気はなさそうだね。だからまあそうですよね、ここが問題だって言ってるから、まあこれをね、変えるためにやっぱりね、
根本的に考え方を変えなければならないんだけれども、それを変える気はさらさらないっていう風なね、カードが出ちゃってますので、まあ、そうだね。一年以内に破綻とかそういったことはおそらくないと思うんだけれども、そうね。ちょっと厳しい。長期的に見れば、このまま行くと問題が悪化する。だからこれですよね。ちょっとこういうことが加速してしまう。そういったことがまた何回も起きて、ニッチもサッチもいかない状況が何回も起きてしまうということは、まあ、考えられますよね。っていう話でございますね。なかなか厳しいな、中国な。で、あるのであれば、やっぱりここ、一回小休止が打てる部分が来るので、そこで、まあ、一回日本とか世界も一回立て直してもらって、やっぱり改めて、向き合い方を考えていった方がいいのかなって感じがするんですが、そうですね。ちょっとその辺を考えた方がいいのかなっていう感じがね、タロットちゃんからの暗示から見えました。はい。で、周りですから、まあおそらくですね、こう、中国の庶民層だと思うんだけれども、中国の庶民層はね、ワンドの銃が出てるんですけれども、もうね、かなり参ってる感じがあります。参ってるし、多分このままだとやばいってことも分かってる。分かってるんだけれども、逃げられないって気持ちがすごい強い感じがありますね。このワンドの銃っていうのは、やばい、苦しい、このまま行くとかなりね、プレッシャーがかかるって思いつつも、それをやらざるを得ないって意味がね、結構強かったりするんですよ。ですので、まあもう覚悟の上っていう感じが結構ありますよね。ですので、ちょっとね、まあ庶民はかなりね、お苦しいのかなって感じがします。で、同時に、まあ周りの国々もそれを分かってる。だから日本のトップも多分分かってるんだと思うんだよね。なので、まあみんなで、うわ、中国やばい、このままじゃ俺たちもやばいなーっていう風に、みんなが思ってるっていう感じが若干いたしますね。はい。で、こちらのカードですね。これがですね、上層部が思ってる、まあ、恐怖とかそういったものを表すんだけれども、バッチリ出てるね。これね、ワンドの名なんだけれども、意味的にはね、孤軍奮闘とかそういった意味があるんです。ですので、やっぱりね、怖いって思ってる。やり方は変えられないけれども、このまま行くとかなり厳しい戦いが国内、まあ、国外かわからないけれども、そんな感じが待ってるっていう風に思ってると思います。で、このね、棒を持ってこう殴りに来てる方々ね、猫ちゃんたちなんだけれども、これが誰かっていうお話なんですが、おそらくここと考え合わせると、庶民層だと思うんだよね。なので、そうだね。こっちの方が身なりがいいしね。なので、やっぱりこの上層部に対して庶民層が、もう苦しい。だからこの棒を持って戦いに来てやるぞっていう感じがあるんじゃないかと思って結構怖がってる、流れがあるのかなって感じがしますね。それでいくと、ちょっと厳しい、部分があるというふうに自覚はしてるっていう感じがします。ですからこそこれかな、失いたくない権力とかお金とかそういった地位を失いたくないって感じがあって、今の押さえつけがね、あるというふうにも、まあ、全然リンクね、できると思いますんで、なかなかね。はい、難しい舵取りがあるなというふうに思うんですけれども、はい、じゃあ最後ですね、こちらです。最終カードになるんですが、これがですね、カップのページの逆位置になりますって意味的にはね、やっぱりね、ちょっと考えが甘いっていうふうにカードちゃんは言ってますね。ですので、やっぱり、まあ、独裁の弊害だとも思うんだけれども、まあ、なんとかなるだろうとか、ちょっとそういったこと、今かなり苦しいんだけれども、でも、抑えつければいいやとか、そういうね、ちょっと、甘いというか、まあ、そうですよね。そういった見通しの甘さっていうものがあるという感じが出ております。ですから、今年1年でやり方とかそういったものを考えてくれたらいいんだけれども、おそらくそれはね、ちょっと今のところないかなって感じがしますね。なかなかね改善はしなさそうな感じがいたします。はい、やっぱそれで考えると、やっぱ先ほど私が言ったように、ちょっとね、そろそろ中国依存を考えた方がいいのかなって感じがするんですが、はい。で、まあ、とはいえね、私何回も言ってるんだけれども、中国がこけてしまうと世界経済が大変なことになるので、やっぱ良くないんですよね。じゃあ、それを避けるためにはどうしたらいいのかという流れがこちらになるんだけれども、ワンドのページの逆位置になります。意味的にはね、ちょっと似てるんですけれども、あのね、やっぱ計画性がないって言ってるんですよね。
やっぱり思いつきでやれちゃう、だから例えば日本とか他の国であればあまりにも突拍子もないことはそんなことダメだよっていう風に国民が声を上げて止まったりなんかするんだけれども、それがないからどん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 間違った方向に行っちゃうっていう流れがやっぱ体質的にあるので、それを変えなければいい、変えないといけないっていう風に、タロットちゃんは言っておりますね。そうね、なかなか難しいところはあると思うんだけれども、はい、ぜひですね、中国さんには頑張ってほしいと思います。で、こちらのカードなんですよね、これがね、ジャンピングしてきたカードになるんだけれども、スターです。これね、希望って意味があるんですが、これ誰に向けての希望なのかなと思うんだよね。だから中国に対してまだ希望はあるよっていう風にタロットちゃんが言ってるのか、もしくは日本に対してかなり厳しい状況ではあるけれども、今はね、中国との向き合い方を考えるいいチャンスだよってことを言ってる。そういう意味での希望っていうふうにも捉えられますんで、ちょっとね、これが誰に対しての希望なのかっていう部分がちょっとわかりにくかったんで、もうちょっとね、深掘りして聞いていきたいと思います。はい、こちらのね、龍神様のカードに聞いていこうかなと思うんだけれども、やっぱりね、中国といえば龍、ドラゴンでございますよね。よく象徴に使ったりなんかしますので、この希望とは何かっていう部分をですね、ちょっと龍神様にですね、聞いていきたいと思います。よいしょ。はい、ではリーディングしていきたいんだけれども、あのね、今回ね、龍神様のカードに聞いてみたんですが、なんかこれ前も見たんだよな。ちゃんとね、何度もシャッフルしてカード出したんだけれども、これどこで見たんだろう。多分韓国に対する時のメッセージで多分ね、見たと思うんですよね。で、同じようなカードが出るっていうのはおそらく偶然ではないと思うんですよ。ですので、それでいくのであれば多分中国に対するものとかではなくって、やっぱりこの希望っていうカードは日本に対するカードであったと思うんですよね。だから多分日本の外国に対するこう接し方とか態度とか、そういったものを共通するカードとして出してきたってことだと思うから、多分ね、このね、龍神様からのメッセージとか、あとはこの希望っていうカードは日本に向けられたものだと思いますね。はい。で、このね、お二つのカードね、どういった意味があるのかっていうと、まずね、どちらから読んでいこうかな。このカードですね、このウハツラ様なんだけれども、この龍神様は、見てもらったら分かる通りですね、泥の中にいらっしゃる龍神様なんだけれども、ここにね、ハスがいっぱい咲いてますよね。で、このハスっていうのは泥の中に咲くんだけれども、すごく美しいですよね。で、それと同じようにこのウハツラ様も非常にね、泥の中にいらっしゃるんだけれども、麗しくて清らかなんですよね。じゃあこれがどういったメッセージを発してるかっていうと、自分の良心に従って生きてますかってことをすごくおっしゃるんですよ。ですので、非常に理不尽なこともあるし、苦しいこともこれからあるだろうと。でもそこで、いかに気高く生きられるか、清らかに生きられるかってことをすごくおっしゃってる感じがするんですよね。だからたとえ泥にまみれようとも、そういったものを忘れなければ、自分の中の正義であるとか、あとは、優しさとか、良心かな？そうだね、良心を忘れなければ、美しく生きられるし、切り抜けるよってことがおっしゃってるから、やっぱりね、中国経済多分今年は大丈夫だろうけれども、これからしんどくなるんでしょうね。で、その中でも、いかに、誇りを忘れないかってことが大事だよってことをおっしゃっていると思います。で、同時にこちらね、ナンダ様になるんだけれども、これがですね、戦いの龍神様ですね。で、特にね、この龍神様っていうのはですね、やっぱ精神性をね、おっしゃるんですよ。このウハツラ様と同じで。自分の利益のために戦うってことは悪くはないんだけれども、でも、なんていうのか、それだけではなかなか難しい部分あるよね、と。そういった戦いの中でも自分の信念とか良心とか正義とか、そういったものがあれば人間ってのは気高く戦うことができるし、同時にやっぱそういった精神を持ってるリーダーがいればみんながね、一心同体になって戦うことができるということをおっしゃってますので、やっぱり多分それでいくならいいリーダーが現れるって感じなのかなと思いますね。そうだね、韓国トンネルとかだったかな、あとは何だったかな、韓国の竹島周辺の海洋調査について
見た時にも出てこられたんだけれども、おそらくやっぱリーダーが現れると思いますね。うん、そういった高潔なリーダーが、強いリーダーが現れるから、まずそれを待つってことが大事っていうことと、あとはですね、やっぱり自分の中の信念とか良心とかそういうものを忘れないってことを大事にしていくと、多分ね、いい方向に進む希望が出てくるってことをね、タロットちゃんおっしゃってると思いますので、ぜひですね、はい、大変なことがねあるかもしれませんが、頑張っていきましょう。はい、今回のお話以上でございます。ぜひ参考にしてみてください。もしよろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。あとですね、見たいよという占い等ございましたらコメント欄の方に書いてください。またですね、書いてもらう際にお好きなね、その占う対象者様のお好きな色を書いてもらうと、よりね、精密なリーディングができるようになりますんで、よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。バイバーイ。